どうも、Mモータースバンブーと申します。今回は持っている工具の中からお気に入りの10選を紹介します。それでは行ってみよう。まずはこれ。ご存知の方多いですよね。これはポンチです。片方を対象物に当てて、このバネを引っ張ってポンチします。一般的なポンチはハンマーで叩いたり、こうギューッと押してってパチンってなるタイプがあります。これはこうやって使うものです。また上にスペースがなくてもこういう感じでも使えるので、結構お気に入りの工具です。種類が何種類かあるので、お好みのものを選んでください。これだけですけど、これ結構パワーがあるんで、ハンドルロックのはめ殺しのネジを緩めたりするのにも使えます。価格はだいたい2000円ぐらいだったと思います。次はこれ、スナップオンのロングノーズプライヤーの45度ベントタイプ、旧式。今は新しくなって形が変わってます。まっすぐと45度と90度があります。まあ45度が一番使いやすい、いろんなところで使えます。そしてロングなので、ちょっとの力で強く掴めます。ホースバンドを緩めてホースをこじったりとか、こういうこじりにも多少は使えます。価格は今のやつで9000円ぐらいすると思います。次はこれ、ベッセルのクリップ外し。いろんなメーカーのクリップ外しを使いましたけど、このベッセルがいっちゃん使いやすいです。ここの角度がいいのと、ここの開き具合がいいのと、この先端が薄いのが最高にいいです。クリップ外すだけじゃなくて、こういうこじり作業にも多少使えるので、非常に重宝してます。価格は1000円ぐらいです。次はこれ、オルファのいっちゃんでかいカッターナイフ。これ刃の厚みもあって、めちゃめちゃ強度があるんで、ブリブリ切れます。そしてこのネジロックなので、ロックしたら動きません。買い場の金額が高いのがたまに傷。ノコギリタイプの替え刃もあります。こういう少々厚いやつでもザクッと消えるんですよ。素晴らしい切れ味。価格は500円ぐらいです。次はこれ、 KTC のベビードライバー。これはもうどこでもこじれるんで最高です。他のメーカーのも使ったことありますが、この先端が曲がるんですよね。この KTC は曲がりにくい。非常に強いです。どれぐらいおすすめかというと、予備が何本もあるぐらいです。価格は200円ぐらいです。次はこちら。ネプロスの80のショートのメガネ。これはですね、まず軽い。そしてこれスナップオンの80、薄い。先端のメガネのとこが薄いんですよ。わかるかなこれ。薄いんです。この薄さがたまらない。価格は3000円ぐらいですね。
次も8と10ですけど、これはマックのロングのストレート、スナポンのロングのストレートも持ってます。ただこの8と10はマック使ってます。なぜかっていうと硬いんですよ、しならない。そしてこの角が立ってるんです。スナップオンはここがちょっとラウンドしていて、これちょっとしなるんですよ。これはロングのストレートじゃないけど、スナップオンのロングのストレートはこうちょっとしなるんですよ。でもこのマックのこれはしなりがほぼないです。なんであのウォーターポンプのネジ緩めたりするときにガツンといけると。価格は7000円ぐらいですね。次はこれ、スナップオンの SHLF80A ロングの2分の1の首振りのラチェット。でかい、でかいです。これは足回りするときに超絶パワーがかけれます。ラチェットなのにかけれます。このサイズのスナップオンのブレーカーバーを持ってましたが、これを買ってからはまず使うことがなくなりました。それぐらいの実力があります。緩まないときはこれ、乗用車なら緩まないネジはないでしょう。価格は2万5000ぐらいだったと思います。次はこれ、スナップオンのデジタルトルクレンチ、型番は ATECH2F125BN、 6.8 から169ニュートンメーターに対応してます。これはですね、まずここが80ギアになってます。そしてなんとトルクレンチなのに15度触れる。でもちろんメモリー機能があります。そして一番のおすすめポイントは、なんといっても楽しい。このトルクレンチでネジを締めるとそれだけで楽しいです。モチベーションが上がります。ただそれだけです。価格は8万円ぐらいだと思います。さあ最後です。最後はやはりこいつ抜きでは語れないでしょう、 14.4V マイクロリチウムシリーズのインパクトレンチ。これはもう説明する必要ない。ちなみにこれ2台目です。まあ無理くりちっちゃいボディにパイパーは積んでるんで、まあいろいろ故障とかもありますけど、やはり素晴らしい工具です。一度使うとやめれない。正直持ってる工具の中でナンバーワンだと思います。後継モデルが発売されるのに期待します。価格は充電器バッテリーセットで5万5000とかそんなんじゃなかったでしょうか。はい、ということで今回はお気に入りの工具10選ということで紹介させてもらいました。ではまた、皆さんのおすすめ工具があったらコメント欄にお願いします。最後まで見てくれたあなたのことが大好きです。1ミリでも興味があればチャンネル登録よろしくね。それではまた遊びましょう。バイバーイ。